久保さん僕ね、尾崎,崎豊さんの一番好きな曲が卒業なんですよ。で、卒業の歌詞がすごく好きで、まあ、ちょっとね、歌詞を山本太郎さんに置き換えてみましょう。<laughs> このね、あの、何ですかね、結構この卒業の歌詞には、支配からの卒業っていう、えー、ワードがあるんですけども、えっ、ー、とね、 ここら辺かな信じられる大人との争いの中で、しん山本太郎さんの講演と、この歌詞をね、絡ませると、なんとなく入るんじゃないかなと。信じられる大人との争いの中で、し、し、許し合い、一体何を分かり合えるだろう。許し合い、一体何を分かり合えるだろう。 うんざりしながら、それでも過ごした。一つだけ分かったこと、一つだけ分かってたこと。この支配からの卒業と。<laughs> 信じられない政治。信じられない政治との争い。何を分かり合えばいいんだろうっていうね <laughs>。この政治に30年、 不況を招いた政治、うんざり。<laughs> でも、それでも政治活動を続けた。それでも過ごした。政治活動を続けた。一つだけ分かったこと。政治、政治という支配から。えっ、ー、と、政治の上なんでしたっけあの、なんかありますよね。あの、上の、上の名前なんだっけな。なんかその政治家を牛耳ってるとこですよね。<laughs> そっからの卒業みたいなね、うん。いやーこの「卒業」はね僕はね非常に僕歌詞が好きなんですよねなんか僕の人生の中でも要所要所をあのすごく感じるところがあってまず中学校の時ですかね中学校の時にあの、まあ、義務教育が終わってねすげえ思い出なんですけど卒業式が終わって、えー、その門がありますと中学校の門がありますと。 で10人ぐらい並んでですね、10人ぐらい並んで、学ランから、学ランの内ポケットからみんなタバコを出して、<laughs> みんなタバコを出して、みんなで火つけ合ってね、<laughs> まあよくないですけどね、よくないですけど、10人ぐらい並んで、卒業だっつってね、ぷかーすって門を出たっていうね、思い出ですね、これは。<laughs> 10人ぐらい並んでね。 卒業したぜみたいな。ウェイみたいな感じで。<laughs> タバコプカー吸って、えー、門もう出ました。<laughs> うんあとはまあ、あれですかね。まあ、あ、僕は東京で働いてて、あのー、まあ、組織の支配ですよ。やっぱ組織に支配されていたんで、まあ、支配されてたっていう表現がね、まあ、ちょっときつい言葉になっちゃうかもしれないですけど、まあ、僕がネットビジネス始めた理由は、 パソコン一台で自由な生活っていうところに憧れてたんですけども、気がつけば組織のために働いていたっていうね、とこであって、うん、なんか自分が自由になりたいと思ってたんだけども、いつの日か組織を大きくすることに、えー、人生を注いでいたっていう。で、まあ、GTR でね、車一台に、車一台に詰めるだけ荷物を積んで、 まあ、バックに1個じゃないですけどね、車に積めるだけの荷物を積んでね、スポーツカー GTR、そんなに積めないですけどそれだ、それで鹿児島来ましたからね。で、何もない、何もない。荷物は車に積んだものだけ。ここ何もなかった。でそっからスタートしていったんですけど。うん。これね、でも結構もう僕、 尾崎豊さんの卒業は僕はあのカーオーディオに入れてたんですよなんでまあ、GTR 時代はあの普通に聞いてましたね尾崎さん尾、はい、崎豊さん何曲か入ってるんですよあとオーマイ・リル・ガーダだったかななんかねいろいろ、まあ、何曲かあの好きな曲があるんですけどでも卒業の歌詞が僕は非常に僕は自分の人生にすげえいろんなところに当てはまるんでそう 多分、久保さんの人生の中でも、ね、腕っぷしですよね。が学生、学ラン来てた時に、誰かの喧嘩の話にみんな熱くなり、自分がどれだけ強いかを知りたかった。久保さんがね、腕っぷしで、なんか、オラーやってた時に、まあ、これ響くんじゃないですか <laughs>。力だけが必要だと、かくなに信じて <laughs>、従うことは負けることと言い聞かせたと。友達にさえ強がせ、強がってみせた。 どだ時には誰かを傷つけても久保さんが学生の頃腕っぷしでこういろいろやってた時にね <laughs> <laughs> いや小崎豊さんの卒業はねすごい僕は歌詞が本当にうん好きっすねうんでもこれ山本太郎さんのこの今の戦いにもすごく当てはまるんじゃないかなとは思いますけどねだから山本太郎さんが政治を卒業したとしても 何を卒業したんだろうみたいなね <laughs>。本当の、本当の政治にはたどり着けたのかみたいなね。本当の自分、本当の政治にたどり着いたのかみたいなね <laughs>。何度、何度演説すればね。何度、何度自分自身を卒業すれば。何度みんなの前に立て演説すれば。本当の政治にたどり着けるのだろうみたいなね <laughs>。うん。仕組まれた自由、仕組まれた政治に。 仕組まれた政治に誰も気づかずに <laughs> いやこれは山本太郎さんにもすげえ当てはまるんじゃないですかね歌詞がうんそう、はい行ってらっしゃい